皆さんこんにちは、チェです。今日はこちら、私のね動画を見てくれてる人だったらね結構わかると思うんだけど、私よくセフォラで買い物をしています。セフォラっていうのは私が昔住んでたアメリカにはいろんなところにね店舗があって、オンラインでも販売してるんですよ。それで日本にも全部じゃないんだけど一部商品送ってくれる、そういう通販サイトもやってるのね。ただしよくセフォラから買ってたんですけれども、それとね同じようなコスメの通販サイトでビューティリッシュっていうのがあるんですよ。海外コスメ好きの人だったらそこからねお買い物されてる人たくさんいると思うんですけど、なんとそのビューティリッシュが日本語対応始めたんですよ。イエーイ。今までもねセフォラホールとかセフォラで購入したものとかっていう風に動画上げても、こう英語がわからないから買えないですとか、海外コスメ好きなんだけど買いづらいですっていう声をいただいていたんだけど、私の力だけではやっぱりできることに限界があって、なんかこう日本語対応とかしてくれるとこないかなっていうって思っていた矢先に、このねビューティリッシュさんが日本語対応を始めてくれました。全商品ではないんだけれども、人気商品とかはほとんどねもう日本語になってるので、みんなもね選びやすくなったんじゃないかなと思います。でそのビューティリッシュさんから、ビューティリッシュのサイト内でこの夏チェさんが気になってるものがあったらピックアップしてください、そしてそれで自由にメイクをしてくださいって、もう本当にね寛大寛大おっしゃっていただいたので、好きなものを選んでみました。私もねまだ開けてないの、楽しみです。みんなで開けていこうと思います。それでは気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。で届いた時はねここに宛名が貼ってあって、こんな感じでまず届きました。でガムテープは取ったのでまだ開けてないよ。開けますね。かわいい、すごい、こんな感じになってる。ビューティリッシュプレゼンツジェフリースターコスメティックス。あ、今回ねジェフリースターコスメティックスの商品も何点か選ばせていただいたので、それでかな。購入したブランドによってこのねパッケージの仕方が違うみたい。すごいね。ビューティリッシュさんからのメールを読んでるんだけども、このね梱包へのこだわりっていうのは日本からアイデアを得たそうです。日本の梱包って本当に素晴らしいんですよ。なんかたまにやりすぎだなっていう風に思う時はあるんだけれども、多分ね海外の方から見たら本当になんだろうな、みんな言うよね素晴らしいねって。すごく丁寧に梱包されてるじゃない。ギャザーな感じで折ってある。メッセージカードが入ってるよ。なんかまずこれが入ってます。なんだろう、なんかねベルベットのパウチに入ってる。あー、オリベのシャンプーとコンディショナーが入ってました。これ多分サンプルかな。すごい嬉しい。私ねオリベはドライシャンプー使ったことあるんだけど、シャンプーとかは使ったことがないので嬉しい。っていうか超ラグジュアリーな感じ。次こんな感じになってます。私がねすごく好きな感じ、なんかブラックでシックな感じで、すごいね。なんかセフォラとは全然違う、アメリカから送られてくるもので、ここまでちゃんとパッケージされてるもの初めて見ました。海外から お買い物するのって、まあ、人によってはさ英語の壁っていうのもあるし、初めてだとねすっごいワクワクするし、そんな商品がね届いた時にこう割れてたりとかするとすっごいがっかりすると思うので、こういうね念には念をの気遣い嬉しいね。はい、下にはねこんな感じで明細もついてきます。でねこれでね届いたら必ずちゃんとね自分がオーダーしたものがあるか照らし合わせてね見ることをおすすめします。それでねもしなかったら、今日本語対応が始まってるので、ぜひねこれが入ってなかったですとか、これが壊れてましたとかっていう風に言ったらすごくね迅速に対応してくれるので、ぜひぜひそのサービスを利用してみてください。はい、じゃんじゃん試していきますね。じゃあまずはこちら、ファーマシーっていうブランドのスキンデューハイドレーティングエッセンスミスト&セッティングスプレーっていうものです。まあ、これはおすごい素敵なボトル、ガラスボトルに見えるけどプラスチックだね。でもすごくいい感じ。これはメイク前とメイク後のセッティングスプレーとしても使えるみたいなので、まずちょっとこれで保湿してみようかな。
うん、結構強めあのこれをセッティングスプレーとして使うときは結構離してやんなきゃダメだね。あの香りはうわすごい、なんだろう、これからの季節すごいいい感じ、あのねミントっていう感じ、すごいね爽快感があります。おお気持ちいい。これからの季節暑いじゃん、そんな時にねこうメイク前にやると、あの保湿と同時にこうやってこうさって爽やかな感じになるのですごくいいと思います。あ、そうだ、これもオーダーしたんです、こちら。 What's up everyone? Welcome back to my channel もうね、これね、エミちゃんにはかなわないです。こちら、ジェフリースターコスメティックスのこう手鏡スターミラーのブラックです。この他にも 1,2,3,4,5,6 色あります。なんかね、パステルカラーとか今出ててすごい可愛いんだけど、私はね、安定のブラックにしました。これで見ながらね、メイクしていこうと思います。はい、そしたらまずファンデーション。ファンデーションはこちら。はい、アワーグラスから出ているバニッシュ、シームレスフィニッシュファンデーションスティックですね。それの私のカラーはシェルっていうのを選んでみました。これね、結構レビューが良かったので、ずっと使ってみたかったんだけど、なかなかね、手を出せずにいたので、今回使えてめっちゃ嬉しい。じゃ早速、使っていきます。結構ね、カバー力がすごいって聞いてるので、まずは、ちょっと顔の中心に、おお、めっちゃ柔らかい。こんな感じで置いてみて、ビューティーブレンダーで伸ばしていこうと思います。あ、カラー私シェルでいいですね。海外ブランドのファンデーションを買うときって結構アンダートーンに種類があって、いいと思ったのにこうすごくイエローすぎたりピンクすぎたりちょっとグリーンすぎたりするってことがあると思うんだよね。そういうのもね、今回できた日本語対応サービスっていうのは解決してくれるんですよ。実際今回このアワーグラスのファンデーションを買うときに、私これってこのカラーでいいですかねって相談したら、通常海外のファンデーションを使うときはどのようなシェードを使ってますかってヒアリングをしてくれて、このブランドだとこれ、このブランドだとこれを使ってますって言ったら、こうハンドスウォッチをねたくさんしてくれて、おそらくこのカラーだと思いますって言って選んでくれたのがこのシェルっていうカラーでした。で、私が最初に選んだカラーだったらかなりねちょっとイエローだったと思うので、本当にねこれでちょうどいいです。そういうサービスってすごい嬉しいよね。で、今ね塗ってみたんだけどね、すごいねいいね、多分カバー力がビルドアップできる感じなので、ちょっとずつこうやってつけていくのが重くならなくていいんじゃないかなと思います。おお、あ、綺麗。こういうとこの跡は隠れるかな。いいねいいね、結構薄くなるね。本当にカバー力が高いし、いろんなところにねこうやって足してつけていけるので、コンシーラーいらずなんじゃないかなと思います。仕上がりもマットすぎずツヤツヤすぎず、すごくねいい。こういうスティックファンデーションだと、私あのメイクアップフォーエバーのものを愛用してるんだけど、テクスチャーとしてはエチュードハウスのスティックファンデーションに似てるかな。もうちょっと柔らかい感じで、その分減りは早いかなっていう感じです。でもねすごい綺麗。うん、はい、そしたらパウダーでセットしていこうと思います。パウダーはこちら、シャーロット・ティルブリーのエアブラッシュフローレスフィニッシュっていうプレストパウダーです。これはね結構海外の YouTuber がマニーとかもそうだけど絶賛していたので、おお、すごい。私のカラーはねちょっとフェアっていうのを選んでみました。これをブラシにとってちょっと真ん中を中心にねまずセットしていこうと思う。すごいすごい、一気にフィルターがかかった感じ、綺麗。わ、めちゃくちゃ綺麗だわ。なるほどね、綺麗。ほほほほ。そしたらブロンジングしていきます。ブロンザーはこちら。これはね最近チークがお気に入りで使っているブランドのジュエーからサンスウェプトブロンザーデュオパレットのライトトゥーミディアムっていうのをオーダーしてみました。すごいね、このパッケージ大好きなんだよね。ジュエーの可愛くない？色素薄い系のピンクとこのゴールドの感じが本当になんか持ってるだけでテンション上がる。どうだろうな、結構薄く感じるんだけど薄すぎたかな。まずじゃあちょっとこのライトの方を、はあ、薄くない。
全然薄くないな。ちょうどいいのかもしれない。今の私の肌のトーンだったらこのデュオカラーの薄い方でも全然大丈夫。お、ちょっとこの濃い方を取ってシェーディングされる感じ、わかるかな。おお、あ、どうだろうな。やっぱりこのシェーディングのカラーになるとちょっとだけねグレーが強くなってしまうので、私のねこの肌のアラっていうのが目立ってしまうかなっていうのはあるんだけども、こっちのブロンザーのカラーはすごくねナチュラルで綺麗です。そしたら続けてチークいきます。チークはこちら、これもねシャーロット・ティルブリーからチークトゥーシークっていうスウィッシュ&ポップブラッシャーです。でカラーはねファーストラブっていうカラーです。これがね世に言うおっぱいチークですねマジでそんな感じ。そしたらちょっと今日はデュオファイバーのブラシを使って全体を混ぜてみて入れてみます。綺麗、はあ、完全マットじゃないんだけどちょっとしたシーンみたいのがあるんだけど、うわ綺麗。これ絶対失敗しないチークだね。はい決まり、これ多分今年一番。あーめっちゃ綺麗。で眉毛の商品はないのでちょっとこのジュエの濃い方のパウダーを使って眉毛かけるかな。あ、眉毛だとちょっと薄いかな。ちょっとねブロンザーだけだと足りなかったので、このビューティリッシュのサイトからも購入できるアナスタシアビバリーヒルズのブローウィズ、私はキャラメルっていうカラーなんだけど、それとティンテッドブロージェル、こっちもキャラメルっていうカラーを使って眉毛仕上げてきます。はい、そしたらハイライターいこうかな。ハイライターはこちら、ジェフリースターコスメティックスの24カラットスキンフロストプロパレットです。これね出た時にエミちゃんと話してて買う買う買うみたいな感じで、でエミちゃんはあのスキンフロストのあのちょっとブルーっぽい感じのパレットを買っていて、私こっちね買うか買わないかちょっとね最後まで迷ってたんだけど、こんなにハイライター色濃いの使うかなとか思ったりとか、でもアイシャドウとして使えたりするようになって迷ってるうちに買わなかったっていう商品ですねまずちょっとこのハイライトだったらハイライトとして使えるかな。ほほほ、すっごい綺麗。ハイライターの中ではこうゼロトゥーマックスだったら本当マックスに近い方だと思うんだけども、すごいねこれからのねフェスのシーズンとかいいんじゃないかな。夏にぴったりだね。私さあのステージメイクするとき最近はねもう結構肌出したりとかしてるから、こう肩とかにねハイライトを塗るんだけど、そういう時にねバッチリだよね。この体にショルダーあたり、このデコルテとかに塗るときにめちゃくちゃいいんじゃないかな。でね今ざっと腕にスウォッチしてみたんだけど、私のスキントーンだとこんな感じになりますね。これ以外は全部アイシャドウかなっていう感じ。でもアイシャドウにしたら綺麗くないこれ。ちょっとアイシャドウとして使ってみよう。どうしようかな。アイシャドウで注文したのがねこちら、はい、これはねもう有名ですね、スティラのグリッター&グローリキッドアイシャドウです。このドーリッシュっていうカラーに関してはビューティリッシュ限定みたいなので、気になる人はねチェックしてみてください。私もねへえと思って飛びつきました。そしてね最近このなんだろう、ピンクの中にゴールドのグリッターが混ざってるようなカラーをちょうど探してたので超タイムリー。じゃあまずさっきのジュエイのブロンザーの薄い方を使ってブレンディングブラシにとってちょっとねクリースを作っていきます。こうやってねメインのアイシャドウとこの上に行くに従ってこうボケていくでしょ。その中間点に置くカラーをトランジションカラーって言うんだけど、そういうねあのブラウンっぽいトランジションカラーを入れてあげるとこうブレンドしていきやすいのでおすすめですよ。まずこんな感じでトランジションカラーを入れます。そしたらいよいよこれね、これをブラシにとってまずつけてみようかな。
思ったよりピンクが薄いかな。うん、ジェフリーのパレットの出番じゃない。じゃあこのせっかくねゴールドのグリッターベースができたので、その上にねもうちょっとピンクが欲しいから、このピンクを重ねていきます。ふぅ、いらない、いらない。そしたらこの一番ダークなブラウンを目尻側に、で下まぶたにも入れてきます。そしたらこのイエローゴールドをここに重ねます。そしたらスティラのシャドウに戻ってもうちょっと色を濃くしてきます。はい、じゃあアイライナー行く前にリップから行こうと思います。リップはこちら。はい、エミちゃんもね詳しくレビューしてたんだけれども、ジェフリースターコスメティックスのラブミーラブミーナットっていう、ジェフリーの代名詞ともいえるベロアリキッドリップスティックのこのミニのバージョンがね入っているバンドルセットです。超かわいい。どうしようかな、今日は、ちょっとサマーなポップな感じにしたいので、ウォーターメロンソーダっていうカラーをつけていこうと思います。かわいいし香りも良い、かわいい。じゃあですね、アイライナーとマスカラをして戻ってきます。はい、マスカラとアイライナーをして戻ってきました。そしたらね、さっきのリキッドリップスティックこのカラーを取って、こういうディテールブラシにとってここにライン足していこうかなと思います。そしたらちょっとフェスっぽくしたいので、これはねあのビューティリッシュと関係ないんだけど、シュー・ウェムラーのスーパーマリオブラザーズのコレクションが出た時に出たこのスタンプとねアイライナーが一緒になってるやつで、この星のスタンプをここらにつけていこうかな。はー、ちょっとねフェスっぽいよね。仕上がりはこんな感じです。はい、サッとメイクしてきましたが、いかがだったでしょうか。今日はビューティリッシュのサイトからこの夏気になるアイテムを使って、この結構ねフェスなんかにも行けるんじゃないかなっていうような、統一感はあるんだけど結構カラフルで島感の強いメイクをしてみました。今日使った商品はね本当にねどれも良いです。ファンデーションも良かったし、パウダー系も良かったし、ジェフリーのねリキッドリップスティックは本当に安定だし、本当にねどれも良かった。でできたねルックもね、なかなか最近はこういうビカッとしたゴールドとかコッパーとかつけないんだけど、しかもねシマ感のあるものを眉毛の方まで今ね持ってって、ここら辺もね輝くようにしてるんだけど、ちょっとね70年代っぽいよね。でもねこれからのね夏のシーズンとかは結構こういう冒険するメイクとか本当に楽しいし映えるので、みんなもねぜひ挑戦してほしいです。でジェフリーのリキッドリップスティックはなんかリキッドリップスティックとしてはもちろんのこと、今日使ったみたいにアイライナーとして使うこと私多いんですよ。特にカラフルなやつ、今月のレインボープライドマンスに出たジェフリーのさ虹色のリキッドリップスティックのコレクション、あれもねちょっと私狙ってるんだけど、なぜならあれをアイライナーとして使いたいから可愛いアイラインとかこうフェイスペイントとして使えるので、そういう用途でね使いたいと思ってる人すっごいおすすめです。何よりねビューティリッシュは100ドル以上購入すると送料が無料になるっていうのと、日本語対応だよね、日本語対応してくれるっていうのがとっても魅力的だと思うので、ぜひぜひ気になる方は下にリンクを貼っておくので、そこからね買い物してみてください。今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。今日の動画もね皆さんの何か参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。